こんにちは、花良子さん。在宅ワークに限らず月収で50万とか100万を取る方法ってなんかあるんですかね。私はね、その方法をいくつかここで提案することができるんですよ。まあ聞いてみれば当たり前じゃんというかもしれませんけども、そうなんですよ。当たり前のことをやれば月収50万でも100万でもね、これ誰でも行くんですよ。誰でも行くんですけども、誰もがやらないんですよね。誰もができないんじゃなくて誰もがやらないんですよ。例えばね、 100m を10秒で走りましょうって言ったら、それはできる人しかできないって話になりますよね。でも 100m を100分で走り抜けてください、もしくは歩いてくださいって言うと、それ誰でもできないって話になりますよね。100分以内でいいわけですから。でもじゃあ 100m をね、100分以内でいいんでちょっと動いてみてくださいよって言っても多分やらないと思うんですよ。これが同じこと言えるんですよね。月収100万取るためには当たり前のことをやれば行くんですよと言っても、いやいや、もう最初の一歩やらないですよって感じですよね。千里の道も一歩って言いますけども、私はね、千日後に月収100万だったら可能だと思うんですよ。ですんで初日からできると思ってません。でも千分の1を踏み出すことができると思うんですよね。確かに初日に月収100万はいかないでしょう。でも2日目とか3日目にはどうかなと、10日後はどうかなと、100日後はどうかなと考えた時に、1000日後くらいにはいけるんじゃないかと思うんですよ。1000日といえば大体3年ですけども、3年といえばですね、例えば何も知らない12歳の男の子女の子が中学にポンと入りますよね。で、中学3年間で得るものってきっとたくさんあると思うんですよ。部活をやる人もいると思いますし、恋に落ちる人もいると思います。そして先生と揉めたりね、信頼関係作ったりとか、まあ中にはね、私の時代では番長になるのがね、目標だったりもするんですけどね。中学で入学して改造制服を着てですね、目立つ格好をすると先輩に声をかけられて、ちょっとね、お仕置きされたりとかね、行儀をされると。その中で鍛え上げられて実績を積んでね、実績っていうのは喧嘩ですけどもねで3年生の、まあ交代式にはですね、その憧れの先輩の学ランをもらうみたいなまあそういった目標もあったかもしれません。でもどの道に進むにしても、3年あったら中学生ですらその道の夢は達成する、もしくはそこそこのところ行くわけですよ。なんでね、20を過ぎて30を過ぎて、もしくは40を過ぎて3年かかってできることがないっていうふうに思っちゃうんでしょうね。いや、3年あったら年端も行かないね、若者ですら一つのことを成し遂げるんですよ、ね、甲子園行くやつは行きますしね、なんかインターハイ行くやつは行きますしね、理想の高校に行く人は行くでしょう、ね、番長になるやつはなるでしょう。でも番長制度がないですけどね、今ね、まあ、そんな形でね、私はね、3年かかれば何でもいけんじゃないかなと思うんですよ。で、3年かけるつもりでやると3年かからなかったりするんですよね。ということでね、今回何が言いたいかというと、動画にどんなコンセプトを埋め込んでいるかってことなんですよ。長々と前置きを話しましたけども、私の動画の中に込めるコンセプトっていうのはたった一つです。それはですね、問題解決なんですよ。一つの動画を見たら、動画を見終わった後には自分の問題解決が1個できている、1個ね。これをいつもテーマに入れてるんで、だいたいね、動画の最初には問いかけを入れてるんですよ。皆さんこんなことはないですかとかっていうのは結構私の動画には多いです。もしくは、いや、たくさんね、お便りいただいたんですけども、今回はこんな質問ですみたいな感じで、ね、前置きをするんですよ。これは何を意味しているかっていうと、まずね、私は動画発信者として、動画を聞いている方とか私の動画を見ている方に対して、その方の立場に立ってみるんですよ。だからこれが You っていうやつですね。 You, We, I の原則の You です。まずは皆さんの状況っていうのを想像させるために、いただいたコメントとかね、いただいたご質問とかをピックアップするんですよ。もしくは何もない場合は、自分でこんなことに昔悩んでたなってものを最初に主題を挙げるんですよ。それに対して実例を何個か挙げて、解決方法はこれですっていうふうにしていくんですよね。これは何を意味するかっていうと、 You, We, I の原則って言って、これは速稼塾の中のトークのスキルの、まあ、一番最初の章の章なんですけども、まずは、相手のことをね、話すんですよ。あなたはこうですよね、多くの方はこうですよね、世の中の問題はこうですよね、私も同じなんですよ、こんな例がありましたってことで、今度は We に持っていくんですよ。 We に持っていくと、私とあなた視聴者の間に橋がかかるんですよね。だからちょっと聞いてみようかなって気持ちになるんですよ。
まずは動画を見た時に、あ、これ自分のこと言われてるんじゃないかなと思うんですよ。ワントゥーワン動画なんて適面ですよね。まさにあなたのことを言ってるんですよって形ですよね。で、お、自分のこと言われてるんじゃないかなと思って聞いてみると、動画発信者も気持ち分かりますよって感じで共感してくれるんで、橋がかかるんですよね、心に。で、その後で、私は解決はこういうふうにしましたってことを言うんですよ。そうすると、あ、なるほど、自分と同じ状況の人が何々こんな例を持って解決したんだ、ほう、じゃあちょっとこれやってみてもいいかなと思うわけですよ。あ、そういうふうにやって、もともと赤字ばっかりの麻雀店の人がパソコンをね、こんなとこからこんなレベルで打ち始めて、自分と同じやん、え、そんな人でも自分で収入を上げることができて、え、今8年目とはいえなんか1億円以上のお金稼いでるの、この人すごいなみたいな感じでなってくると、ちょっとやる気になるわけですよね。でも一朝一夕になったわけではないってこともそこに入ってるんですよ。私が最初の1億円を突破したのは3年がかりでしたね。3年くらいあったら1億いくんじゃないかなと思ったら行ったということなんですよね。これ本当一人ですよ。自分のお店では赤字を垂れ流しながら、自分一人の仕事ではそのね、まあ100万とか200万毎月稼ぐわけですよ。で、店の赤字にどんどん消えるみたいなね、ことになりましたけどもね。まあそういった経路を通じて、まあ私は今に至るわけなんですけども、さあ、もう一回ね、改めて今回の動画の、このアンサーをさせていただくとするとね、花江のもさんからは、動画に込めるコンセプトは何ですかっていうのがありました。私はね、動画の中に、問題解決を必ず入れるようにしてるんですよ。だから冒頭で必ずこんなことがありますよね、私はこうでした、だからこうなんですって形で UBI って順番で問題解決を最後にズバッとお答えするわけですよね。結論から申し上げますとっていうような形で結論を最初に出す例もあります。つまり何が言いたいかっていうと、私はね、動画の最後にそろそろまとめに入りますって言うじゃないですか。そこなんですよ、キーポイントは。そこだけ聞けばはっきり言って分かるんですよ。だから私の動画ってのは回答だけを言うとね、一問一答で言うと1分ぐらいで終わっちゃうんですよ。なんで1分ぐらいで終わらない長々とした動画を撮るかっていうと、この UVI を使わないといけないからなんですよ。まずは、まあ、質問いただいた方の状況をこうやってね、お話して、それを解決した例をいくつか申し上げて、結論としてまとめとして、こういうふうにしたらあなたは解決できますよっていうような順番で話すことが多いですよね。まあ、ですんで私の動画っていうのは繰り返し繰り返し、他の動画自分に当てはまる質問はないかな、自分に当てはまる問題解決はないかなって感じで、どんどん探すように見てくださるってことですよね。まあ、そうなるとね、私の動画を1個見て興味を持った方は、大体潜在的に10個から100個、私の動画を遡って見るっていう現象が起きるんですよ。これは私なりのマーケティングであり、経験則ですね。だから動画の乱発をせざるを得ないし、動画の乱発をした方が役に立てるかなと思うんですよ。過去の動画を遡って、やっぱりね、相当見てくださってる方もいます。私もね、そんな動画撮りましたっけみたいなのがあったり、あ、当時はそう答えたけど、今はこうなんですよね、みたいなのがあったりとかしてね、ますますコンテンツが増えていくんですよ。そして私自身の問題解決ですけども、私自身はですね、この動画を発信することによって、まだ会えてない方に会えていくっていうところ、そして会いたい自分になるっていうことですね。会いたい自分になるってどういうことかっていうと、私の動画を見た方が、久保さんに会いたいですっていうふうに毎日言ってくださるような、そんなね、動画の発信を心がけています。昨日もですね、久保さんに会いたいですという形で、神奈川県相模原市の方からメッセージをいただきました。コメント欄でね、ライブ中にです。で、そういうことがあると、私は、あ、自分のミッションは達成できたな、よし会いに行こうかな、次はどこどこかなっていう形で自分のスケジュールできるんですよ。もちろん会いに行くことによって私はコストを要求することはありません。その方が会いたいと思える人がこの地上で一人でもいいんで見つかったってことに対して喜びなんですよ。そしてそれがね、たまたま私だったら私は動けるわけですよね。会いたいですって言っても、そう言われてる人が会うための時間が作れなかったり、ちょっとね、旅費が作れなかったりとか、いろんな事情で行けないってことが多くの方はあると思います。私はそういうのが制約がほとんどないんで、会いたいんですって言われたら、会いましょうって話ね。うちに来ます？もしくは私が行きましょうかって話にすぐ進むんですよ。これも問題解決の一つだと思うんですよね。そして今回、花井龍馬さんとズーム対談、先日させていただきました。ありがとうございます。これも問題解決です。誰の問題解決か分かります？私のでもあり、もしかしたら花龍馬さんの問題解決もあると思いますけども、実はですね、視聴者さんの問題解決なんですよ。私の動画を見てる方、そして花龍馬さんの動画を見てる方、多くの部分で被ってるなと思ってるんですよ、私はね。当然ですよね、私が花龍馬さんの動画を紹介する回数が多いわけですから、そして花龍馬さんも私の動画を紹介してくださるでしょ。ってことは、それぞれの視聴者さんが2つの動画を見るタイミングっていうのが結構あるわけですよ。特にね、特別定額給付金のテーマになってから同じテーマで言ってるじゃないですか。話す内容も似てるんですよ。
まあ、ちょっと見てないんで申し訳ないですけども、多分ねサムネイルを見る限り同じような内容を話してると思うんですよね。となるとそれぞれの視点で何か新しい情報はないかな、新しい気づきはないかなって形で同じ人が重複してる見てる可能性があるんですよ。じゃあその人たちの立場に私が帰った時に何を想像するかっていうと、この二人が雑談してるところ見たいなっていう風になると思うんですよ。それぞれの見解はあるけども、どこにその落としどころがあるのかな、と共通点があるのかな、もしくは違う視点があるのかなってことを感じてるんじゃないかなと思うんで、これは UVI の U の立場で、ね、皆さんっていう立場で考えた時にこれ Zoom 対談やっぱりやった方がいいなと思ったわけなんですよね。で花龍馬さんが私のことを嫌いじゃなかったら Zoom 対談ね受けてくれると思ったんで、まさに提案してみたわけなんですよ。そしたらねやっぱりね Zoom 対談いろんな方参加してくださいましたね。嬉しいですね。でこれによってまたね第2回目の、まあ、持続化給付金がなんか分かりませんけどね、対談も楽しみにしてくださるんじゃないかなと思うんで、今日はね動画のまとめにこれをお伝えしておきます。次のズーム対談の予定を提案します。テーマは何にしましょうかということでございます。テーマは何がいいと思います。それではいってらっしゃい。